はい、証拠カードね、証拠カードね、証拠城山町もね、どうせネットで調べるんでしょね、メンヘラの、メンヘラの女子たちね、ね、この画像、ね、この画像、ね、ね、見てね、あれでしょね、Google マップで調べるんですよね、あの、任せてください。嘘偽りないんでね、一人でね、一人でちゃんとね、コーンめくりやってますんで、はい、ということでね、デート、これ3万かな、あーちょっと待ってね、これ欲しそうね、あ、まだやな、この先ですわ、この先ね、こう3番目ね、第3ポイントに来ました、第3ポイントで来ました、まず言います、これ、ね、ちょっと待ってね、どう忘れてもだ、何だかな、ちょっと待ってな、どう忘れてもだ、ね、どう忘れてもだ、ちょっと待って、確か、どうだったかな、しょうがない、ちょっと待って、昔の字ってわからんぞこれね、もう勝負もついてますね、これね、皆さんね、これ宮内庁、言います、なんだこれ、ちょっとごめんなさい、呼びにくい、安老天皇陵ちゅうんかな、別名ね、別名古市高屋古墳言います、そういうことですね、まあ、宮内庁が管理してるね、そういう過去の天皇陛下が眠ってるね、墓でありますからね、当然入れません、俺たちね、俺たちは入れませんということね、まあ前も言ったけどね、おそらくセンサーね、何らかのセンサーは仕掛けてると思うね、おそらくね、入ったらね、入ったらもう警察が飛んでくると思うね、ね、おそらくね、それのほうが抜かれないと思うね、まあアホのね、アホの大手連中かな、アホの俺連中ってひょっとして入ってね、売名するか分からんけどね、やったぜとか言ってね、俺はやったぜとか言ってね、アホなやつね、俺はそういうことせやんでね、金積まれてもしませんっていうね、ね、まあね、ちょっとまあこれ孔子のね、孔子のお墓ね、日本の歴史そのものね、ということで金田君ね、金田浜、皆さんご存知ですね、在日韓国人ね、在日韓国人、ドバ地区のね、金田浜君 ね、ここで金田浜君に登場してもらいます ね、どうしてもなんか何か言いたいらしいんでね、
かなり甘くんね。このね、日本の歴史ね、日本の歴史そのものにちょっとね、意見があるらしいんでね、かなり甘くんね。言います。金田浜君どうぞ。金田です。俺たち韓国人ね、俺たち韓国人とね、韓国人なんで、この歴史、苦難の歴史ね、苦難の歴史ね、今でも苦難始まってます、この私ね。この手、バキュームがね、バキュームオペレーターのこの手ね、洗ってませんね。この日のためにね、この日のために昨日からね、仕事ね、仕事行ってからね、洗ってませんので ね、臭い手、ね、この臭い手をね、この臭い手、このね、このね、寮母、ね、この墓ね、ね、天皇陛下の墓ね、過去のね、ね、過去の天皇陛下の墓に向けて、この手で、この手で、ね、やりたいですね、言いますね。言いますね。俺たち韓国人、イエーイイエーイイエーイハーってね。以上、金田浜尾でしたね。また浜田くんね、浜田くんに、また交代しますんで、はい、以上、浜田くんどうぞ。はい、金田君ありがとうございました。ということです。まあ次ね、次のポイントできたね、次第3、第4ね、第4ポイントできたと思いますね。あ、これね、これマンションなんで、これね、人住んでますんでね、あんまり、あんまりわけのわからんことしてたらね、あんまりわけのわからんことしてたらね、もう通報されたら怖いんでね、もうね、即退散しますんで、はい、よっ。